視聴ありがとうございます。今回はオクラを使って無限に食べたくなる無限オクラを作りました。今日の材料、オクラ6本。まずはオクラの先端を切り落として、ガクも切っていきます。ガクを切ったら塩で板ずりをしていきます。塩は小さじ1くらいで20回くらいオクラを板ずりすればいいです。板ずりができたら水で軽く洗っていきます。次に一口サイズに切っていきます。3から4等分くらいで良いと思います。切れたらボウルに調味料を合わせていきます。醤油小さじ1、めんつゆ大さじ2、チューブニンニク2から3センチメートルくらい、チューブ生姜3センチメートルくらい、よく混ぜます。そこに切ったオクラを入れてよく絡めていきます。よく絡めたらラップをして冷蔵庫で30分寝かしときます。30分経ったので冷蔵庫から出して横に置いといて、お皿に片栗粉大さじ3くらい入れていきます。次にボウルの中のつゆを切っていきます。つゆを切ったオクラを片栗粉の中に入れてよく絡めていきます。フライパンを温めます。サラダ油、そこから1センチメートルくらい、180度くらいまで待ちます。菜箸をつけて泡が出てくるくらいが180度くらいなので、これくらいになったらオクラを揚げ焼きしていきます。揚げてる音たまらないですね。3分くらいひっくり返しながら揚げたら揚がってると思うので、揚げていきます。ある程度油が切れたらお皿に移します。お皿に移したら青のりを振って混ぜていきます。よく混ぜたら無限オクラの出来上がり。とても美味しいので試してみてね。